え、アストテック。いや、あ、やばいやばい、あと一人。やばいやばい、ほんまに1位ある、ほんまに1位ある。あかん、緊張してきた。おった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 。ターゲットをマークした。攻撃しろ。こちらストライカー3、了解した。空襲を開始する。日戦で今勝ってたぞの攻撃による命中はなし。何してんぜ今勝ってたぞスタン食らわして狙って先にほんで、チームに追跡されている。前々回ですかね、まあ、ほぼ前回のこのコットの配信時にはね、めちゃくちゃ惜しい2位あったじゃないですか。あのもうラスト1対1 でこっちが先敵見つけてスタン2発当ててえでエアストも撃ってそいつの方向にで、スタンであいつが、相手が、狂ってる時に、横に回れて、で、先撃って弾、2発ぐらい当たったのに、あの自分のエアストで死んだ時あったじゃないですか。まあ、あの時その、ハセシンさんのお知り合いの方がね、その人やったらしくて、ね、その人配信してたんですよ。俺と同じ時に。その人目線で、その、僕が死んでいくのを映ってるんですけど、ほんま、まずスタン食らった瞬間ね、その人がね、うわ、やべえみたいな、やべえというかもっと、あれやな、真剣にゲームに腹立ってる感じの、くそっ、うわっじゃね、言ってね。ほんで、その後、ブツブツンって撃たれて横向いたら、僕が空爆食らって、真上に吹っ飛んでいったんですよ、僕の体が。それ見て思いっきりね、うわ、こいつバカだ、みたいな言われてました。ショックだろ、普通に。うわ、こいつバカだ、バカだ、みたいな、なんか、もうまあ、そらそうなんですけど、俺も言うんですけど、絶対、そんなに遭遇したら。で、めっちゃ笑って、それは面白い、みたいな、めちゃくちゃ、それは、ありえない、面白い、みたいな。まあ、芸人冥利につきますわ。ほんま。言ってくださいました。ありがとうございます。